焦ったな俺な。いや声忘れなんて本当俺びっくりしましたよ逆に。なあ俺も本当に見落としてたわ。あーウケるわ。ところでさ、はいはいはい、明日クリスマスじゃん。あクリスマスですね、うん、俺だって女系ねえよな。まあ確かに女系ないですけど、まあやまあ嫁いますから。は？え？は？え何が？いや聞いてねえよ俺。嫁って、カメさん知ってるじゃないですか、二次元嫁。いたの？いたよ。いや、いますよ、これ。おー、はい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 。おー。おー、結構可愛いじゃん。可愛いでしょ？うん。だから、ヤマはね、うん。いや、三次元はね、うん、いないですけど、二次元はいるんで、まだ大丈夫かなーって。おー、自分だけか。まあ、自分だけですからね、二次元嫁ですからね。あー、なるほどね。はい。だからね、すいませんね、カメさん。いや、いいよ、いいよ、別に。すいません。あ、ちょっとトイレ行きたくなってきたな。ちょっと、行ってくるわ。あ、行ってれ、行ってれ、行ってれ。借りるねー。はいよそういえば、ここに置いてたような気がした。知らねえわ。え？え？え？いや、本当に知らねえわ。え？あ、どこに置いたっけ？え？どこだ？ここに置いた。え？なんでねえの？え？ちょっと待って、ちょっとカメ探してよ。うん。え？なんでねえの？え？なんでねえの？え？え？ちょっと待って、ちょっと待って。え？どこだ？だって、この部屋に置いてたはずなの。え？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 うわー、え？ねえんだけど、どこ行ったんだ？え？え？え、あ、ちょっと取れてくるわ。はーい。どこ行ったの？プレゼントですか？そうだよ。あ、嬉しいです、ね。そうそうそう。
あの、いや、そうそう、ちょっと、次まだみんないるから、行かないとか。ちょっと、お話ししたいことある。何いいですか。いや、本当にね、サンタさん信じてたんですよ、私。おぉ。あ、会えて光栄です。あの、これプレゼント開けても大丈夫ですか。うん、いいよいいよ。いいですか。うん。いや、何入ってんだろうな。これ、ヤマの携帯じゃないの？そう、やっぱ君が欲しかったやつ。ヤマの携帯、え？君が欲しかったやつ。前パクっただろ、これ。え？パクったじゃないの？これ、なんでヤマの携帯ここに入ってるわけ？サンタクロースだから、持ってるよ。いや、おかしくね？って。君が欲しいの分かるんだよ。てか、お前亀じゃないのか？違うよ。おい。ごめん、ちょっと待って、おい、待ってよ、ちょ、ごめん、ふざけんなよ、ちょっと、お前、なん、ちょ、なんや、おい、ちょっとこっち、ちょっと、みなさん、メリークリスマス！イエーイ！ということですね。うん。はぁ、うちらはね、女系のないクリスマスですけどもね。そうだね。みんなどういう風に過ごすんだろうね。ね、いろんなところに行ったりとか、あとね、家族とね、過ごすとかね、いろいろあると思います。あるだろうね。はい。私たちもね、今回も頑張ってね。頑張っていきますよ。そうだね。まあ、うちらほら女気ないから、あのうちら二人でクリスマス祝うか。そうですよね。うん、じゃあ、どうだったでしょうか。もしよろしければチャンネル登録、そして高感触、高感触お願いします。よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヤンピョカメでした。ヤンピョ山でした。バイバイ。じゃあ、バイバイ。飲みにくいな。いや、